ティレルレイチには、モーリス・フィリップを責任者として設計された、第一マシンで、1983年シーズンから1985年シーズンにかけて、ティレルチームが使用した。1983年使用のレイチにベロフのレイチに、ティレルチームは1983年シーズンの序盤は、前年モデルのレイチ1で参戦していたが、 後半のオーストリア GP で初めて012がミケーレ・アルボレート用に投入された。ダニー・サリバンのために2代目の012が投入されたのは最終戦の前線ヨーロッパ GP だった。012の新車発表会で装着されていた奇妙な形状の部位型リアウィングが012のデビュー戦である1983年オーストリア GP にも登場した。しかし、 ダウンホースが極端に不足したため、コンベンショナルなストレートタイプのものが以後使用された。また、サイドポンツーンが極端に小さく、マシン後部に斜め型に設けられた形状は、矢印との異名で呼ばれることもあった。1983年はウェネトンがタイトルスポンサーであったため、緑色のカラーリングをしていた。1984年シーズン前半は、 国色主体のカラーリングになり、ブラックアローという愛称でファンに親しまれた。なお、シーズン途中からマーティン・ブランドルの車のみ、ヤードレイ・オブ・ロンドンがスポンサーにつき、マシンカラーを赤色に変更。さらに、シーズン終盤にはシスタイムなるコンピューター会社がメインスポンサーにつき、ブランドル、ステファン・ベロフ両社のマシンともに青色に変更された。年は、 水体育事件の影響でほぼすべてのスポンサーが撤退してしまったため、チーム伝統のティレルブルーにチームロゴのみのデザインになっていた。012は1983年に2台、1984年に3台、1985年に2台が製造され、3年間で7台がレースに投入された。シャーシナンバー1と4の2台は1985年の シーズン前にバロンレーシングに売却され、ロベルトモレノとクラウディオランジェスがこのマシンで F3000 に参戦した。01には勝利を挙げることはできなかったが、ティレルチームは1983年にコンストラクターズランキング7位、1985年が同級位となった。1984年はマーティン・ブランドルがアメリカ東 GP で2位、ステファン・ベロフが モナコ GP で3位の活躍を見せるも、チームの不正により、リザルトを全て無効とされた。1983年の11ポイントは011によるポイント。ティレルは1984年シーズンの成績から除外された。スタッツ F1 ティレル 012statsf1.com2010 年8月23日閲覧。ハミルトン。 モーリスオートコース1985から86ヘイジルトンパブリッシングピアニッシモ P197ISBN0 から905138から38から4ありがとうございます。